平田内温泉は、北海道二見郡薬雲町熊井市平町にある温泉。合併前は熊井市町にあり、熊井市温泉とも呼ばれた。海岸から平田内側を1キロメートルほど登った高台に、民営の温泉ホテル、薬雲遊楽亭熊井市平田内章と、日帰り入浴施設、アワビの湯が、胸続きで立っている。熊井市平田内章では、 洋食アワビを使った料理を売りにしている。内風呂は、加水循環式、露天風呂は掛け流し。周辺は、熊井市青少年旅行村になっており、キャンプ場やアスレチック施設があるほか、熊井市歴史記念館が存在する。熊井市平田内章から約3キロメートル上流の、源泉施設付近の平田内川渓流横に、 岩をくり抜いて作られた野手あふれる無料露天風呂、熊の湯がある。車で行くことができる。場所は、北緯42度9分41秒統計139度59分51秒、北緯42.16139度統計139.99750度、42.16139139.99750。熊の湯は、 江戸時代から平田内川上流に流出する温泉として知られていた。1972年、熊野湯付近で新たにボーリングを行い3キロメートル下流まで引頭して、朝英国民宿舎、平田内章が開業した。1982年からは温泉熱を利用したエゾアワビの養殖を始めた。2009年、民間施設となり、現在の名称となった。 ありがとうございます。